いしい。今日は人が多かったね。でね、まだ昨日パンを食べるぞ宣言したじゃないですか。食べれたと思いますか？もうこの聞き方した時点で分かってるよね。食べれなかったんですよ。私は食べれない運命なのかもしれない。いざ食べようと思うと。いや、まあなんで食べれなかったかっていうと、別に食べたくなくなったとかではないんですよ。急に気分が変わったとかではなく、今日はまあマミーとお兄ちゃんと出かけたんですね。そしたらですね、まあ、お兄ちゃんはお昼ご飯を食べたいと、そう、買い物行ったところでね。で、私はパンが食べたいと。私はパンをお昼ご飯にするつもりだったから、そう、いや、え？みたいな。そこでさ、でも、まあ、お兄ちゃん、まあ、パンで足りないし、みたいな。そう、いや、じゃあどうするんってなった時に、え、これはじゃあ譲るの私しかおらんくない？みたいな。どう頑張っても譲るの、あ、なんかね、私じゃんみたいな。じゃあいいよってなって、そう、ということで食べれませんでした。結局買って帰れば、あ、買って帰っても多分食べれないから。そう、仕事もあったし、そう、お兄ちゃんも言われたの、買って帰ったらええやんって言われたけど、まあね、やっぱり調整はしてるから。そうね、お昼ご飯食べた後にパンは食べれないから。そうだから結局断念。ということで食べれず、本当に今日バッタバタだったなと。やることがたくさん、行くところを買わなきゃいけないものとか多すぎて、あれですね、なんだっけ、スチューカーを食べたんですけど、お昼、小籠包と麻婆飯、美味しかったです。しっかり辛くて美味しかった。
ばんは。そう、まあそんな感じで食べれず。残念ということで。もうね、明日も私は仕事なんで、明日ね夕方で終わるんですけど、うん、甘いもの買ってないです。うん、そう、それもちょっと時間がなくて買えなかったの。仕事終わり買おうかなと思ったんだけど、それもちょっと時間がなくてバタバタしてて忙しくて、そう、結局買えずじまいでした。うん、そう、あとは今日はもう眠たかったので、はい、まあまあまあ、もう食べなくてもね、あとは寝るだけやって。うん、まあ食べたかったら明日食べますね。明日早く終わるし、まあ明日もね、仕事終わってからやることが多くてあれなんですけど、そう、今ちょっとねバタバタっとやることに追われてまして。あ、今日インスタあげたんでぜひ見てください。髪の毛もね可愛いんですよ今日。インスタ見てね。何ヘアだっけ？カチモリ？カチモリヘアにしてみました。まあそんなね髪の毛長いわけじゃないので、そうピヨンとしか出ないんです。セクシーって言っても、あのワンショルだっただけじゃん。そう、全然セクシーじゃないよ。そう、あれ可愛いんだよ、お洋服めっちゃ。そう、これに短パンでした。そう、今日も足を出して、ね、全身写真は撮れなかったんだけど、残念ながら。そう、ちょっと全身写真はね、ただにちょっと撮れなかったんですよ。残念。いや、もうほんと、なんかもうゆっくりしてる時間がさ、ほんとにご飯食べてる時と車乗ってる時みたい、それ以外はもう何かしらしてたみたいな。いや、私は厳密に言うと、私はね、なんかそんなすごいバタバタしてたわけではないんですけど、まあなんかお兄さんとあのマミーがね、ちょっとあのあれだったんで、そういろいろしてて、まず南さんに伺うか、ありがとうございます。いや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 、そんなありがとうございます。ムーザーマラソンに来てたよ。あ、来てたの今日？今年も来てたんだ。ムーザーマラソンはね、
走ってるの見ましたよ。お、走ってる走ってると思って、走ってる頑張ってる。うん、お客さんいっぱいでしたよ。今日も忙しかったです。泊まる暇がなかった、本当に。ミルの前半の、あ、違うよ違うよ、お兄ちゃん写真撮ってもらわない、マミマミ。基本的にはお兄ちゃん下手くそだもんでもお兄ちゃんさ、人の写真撮ることもないからさ、下手くそなんだよ。マミはまあまあまあ、なんかまあ私のね撮ったりしてくれてるかな、画角だとかはまあある程度は理解してくれてはね。まあなんか雨がすごい雨なんですけど、まあ、気温もそんな高くなかったのかな。そう、家帰ってきて着替えなきゃと思って、仕事行く服に着替えなきゃと思って、そう、乾かしてあるやつを着ようとしたらびっちゃびちゃでそう、乾いてなかったんだけど、寒くなかったの。冷房効いてるところは寒かったけど、そんな言うほど、あ、寒いみたいな感じはなかった。こっちはね、途中からだね。途中から雨が降りました。夕方くらいから。そう、びっちゃびちゃでしたね今日。乾かなかったんです洗濯物が。今日半袖で仕事をしました。もうね、熱いの。ずっと動き回ってるとね、だんだんね熱くて、熱ってなる。ホラー、あ、得意じゃないです、ダメですね。平野は、平野ね、あのホラーダメなんですよ。ホラーっていうか、なんかまあどういう感じかにもよるんですけど、はい、あんまり得意ではないですね。嫌いです、どっちかって。ホラー映画とか見ません。ちょっとカラコン撮ります。今日は、今日はね、ワンデーのを使ってたので、お顔がちょっと変わりました。お目目が、ジャンボリミキ、あー、でもいいよそれ。それね、あのね、なんていうの、防犯対策と言いますか、そう、そういうのにもいいからね、おすすめおすすめってなんかあれだけど、そう、なんかもう本当にあのね、やばいくらいの、え、あの人やばい、近づかんとこって思わせるくらいのまあね、近所迷惑にならないけど、そういた方が本当はいいと思う。危ないからね、マジで。
全然いいと思う。宿室、いや、いいんじゃない、別だって悪いことしてるわけじゃないからさ。あ、それでなんかすっごいなんか他の人から苦情来てるんですよとか言われたら、まあ、それはまあちょっとねえってなるけど、そう全然だって別に悪いことしてるわけじゃないし、自分の身を守ってるからいいと思う。いやでも本当に危ないんですよ、一人で暗闇歩くって。まあな、まあなんかあんまりね、全然そのくらいで。いや私もね、なんか、まあ、暗い時に一人で外歩くってなったらすっごい後ろ見ますよ、まあ、ビビリなんかちょっと分からんけど。うん、カラコンですか、今日はサクラスモアでした。はい、ワンデーの方のサクラスモアでした。うん、メイクもピンクで髪の毛もピンクで、口紅はねなんかちょっとピンクにダーク系の色混ぜたっていうか上に乗っけたんですけど、そうだったので全部ピンク系統にしようかなと思って。うん、お疲れ様です。最近はね、まあ、ピンクメイクが多くてね、そう髪の毛ピンクのうちにピンクメイクをたくさんしたくなる。まあ明日100回行けるチャンスじゃない。あ、行かない、明日は行かない行かない。ちょっとね、あの本当にね今そう落ち着いてるからね、ちょっとあの時間がなくてマジで。そうごめんね、ありがとう、すごく心配してくれてるんだよね、ごめん、ちょっと行かないんです。そうちょっとバタバタしております。明日もねちょっといろいろ買い物して、でいろいろちょっとねやることがありまして、はい、いやー、うん、落ち着いて、うん、そうなかなかねあれなんだよね、すっごい痛いかって言われたらそうでもなくて、まあ前がねすごい痛いって言ってた時があったじゃん、あれからね落ち着いて、まあ、痛いけど、痛い時もあるけど痛くない時の方が多いって感じだから、あんまり今行く気になれないっていうか、うん、そうでも油断してるとね、あれなんか痛くないってなってね、なんだろうなあれね。いい髪色でしょ、かわいいでしょ、髪色いいでしょ。そうでね、そう爪を切らなきゃいけないんだね、爪切っていい、今忘れないうちに。あんまりね夜に爪切ると良くないんですけど、まあ平野家の、ね、言い伝えがあるのでまあ大丈夫です。切っていい？
つもね忘れちゃうの。はい、明日からイベント、ハロウィンイベントに参加させていただきます。皆様よろしくお願いします。ヘビ大丈夫大丈夫。ヘビってさ、あの口笛じゃない。うちはね、あの口笛を吹くとあのヘビが来るよ。そう、夜にね。爪はね、なんか別にあんまりなんか夜に爪切るのってダメなんだよしか聞いてなくて。でもなんかあれでしょ、親の死に目に会えないとかそういうやつでしょ。そう、なんかあれだね、やっぱり地域とか家とかね違うんだね。そう、石川はね蛇来るの口笛なんですよ。ちょっと待ってね、あのあれ持ってくる。なんだどれだ、あれだ、どれだよ。よし、ただいま。違うんですよ、平野家の言い伝えはね、犬の爪、猫の爪、トンラの爪、タッカの爪、はぁはぁはぁ。あの、わかるかな、これで。これでわかる人いるかな。鷹の爪、鷹の爪だったよねあれ。ザアの爪、よし。キリンの爪、クマの爪、イノシシの爪、ウシの爪、馬の爪。何それ何それ。はい、やったことあるじゃん、ショールームでも。やったことあるよこれ。平野家は夜に爪切るときは別の動物の名前を言うんですよ。そう、ペンギンの爪、アザラシの爪、アシカの爪、ウンマの爪、もう出てこん。ミーアキャットの爪。ネタ切れになるよ、別に一緒でもいいの。そうそうそう、ライオンの爪、何いるかな。レッサーパンダの爪、カメの爪、ザリガニの爪。ハサミやろそれは。爪じゃねえだろもう。カッパの爪、あと何いる？
動物園って何いる？アヒョの爪、サルの爪。オッケー、よき。あんまり爪短いの好きじゃないんだけどね、まあ仕事だからしゃあないよねっていうね。うん、そう、爪短いとね結構できることが減っちゃったりするんだよね。あ、カピバラの爪いいね。カピバラの爪何いる？サイの爪なんだっけ、なんだっけ、ハイエナの爪イルカの爪、クジラの爪、シロクマの爪、ラッコの爪、ハイエナの爪。ハイエナっているよね。シクラの爪、鬼もいいじゃん。鬼の爪。あいつ何いる？マイクワゾースキーの爪ネズミの爪、サリーの爪、ブーの爪キャラクター言い出すっていうそこにサリーとかマイク・アゾースキーがいたから、そうタオルがツノマカハン爪それ爪じゃない、ブーさんの爪、スティッチの爪、あれや、カモノハシの爪、ダッフィーの爪、シェリーメイの爪、よし、オッケー。あ、親指まだだった。親指、あと親指だけ。ユニコーンの爪もはや架空っていうね。コアラの爪、ライチョウの爪、ハリネズミの爪、カワウソの爪、オッケー、また、そう、お仕事にね、お仕事の清潔感のある長さの爪になりました。オッケー、ちょっと待って、足の親指、いや足の親指、あ、足の親指の爪を切る。なんかね、変な、何の爪、コナン君の爪、なんかやだな、ちょっと安室さんの爪嫌だな何かな、チーターの爪、恐竜の爪、なんだ、
うさぎの爪。何の爪？ハムスターの爪。さ、親指のさ左側のところがさ硬くなるんだよね。すごい靴が当たってんのかな。クジャクの爪。フラミンゴの爪。ペリカンの爪。オッケー、完了。綺麗になりました。すっきり。でもやっぱり私足の指さ、親指、まあ両足のどっちともね、のさ、あの外側、そう爪のほんと外側が硬くなるんだよね。すごい、まあ、指自体もなんかちょっと硬いんだけどさ、そう外側がなんか皮がちょっと厚い感じになっちゃう。そう足指がなんか丸描いてきます。と私ね、親指と人差し指、絶妙に、あれですね、私も人差し指の方が長いですね。うん、私のお母さんに足の指が、足の指長っ、って言われたし、前見せたことあるよね、写真で。そう、長いらしい、私は足の指が、指が長いんかね。ちょっとおててもそうだし、おててもどっちかというとちょっと指がそう長い人なので、指が長い人間なのかもしれない。私は巻き爪、あら、いやね、痛いね。そしたら巻いちゃって刺さったら痛いよね。小指の爪に食い込まないね、私は。まあ、小指の形は変だけど、内側入ってて長いでしょ。自慢なのです。そうだから、それをより綺麗に見せるために爪をやっぱりちょっと長く保って、まあ、清潔感のある程度に長く保っとくのが私は好きなんですけど、はい、まあなかなかね、お仕事してるとそうもいかなくて、そうダメなわけではないけど、私がちょっと嫌だ、そうそんなのは嫌だっていうので、あんまりゴテゴテのね爪で食品触られて、まあな、手袋とかしてるんならまあ全然いいんだけど、そううち手袋しないので、そう私のところはね、すっごいさ髪の毛が出てさ、ソファにくっついてるんだよね。すっごい嫌だ。なんかさ、日に日にさ髪の毛がさ 薄くっていうか、 なんか少なくなっていく気がしてんだよね。そのくらい本当に超抜けてる。そうお風呂入ってる時も抜けてるし、朝なんかブラシしただけですっごい抜けてるし、そうアイロンした時も抜けてるし、え、どうしたら、そう髪の毛がねちょっとどうしても抜けちゃうんですよ。コロコロとかね掃除してるんですけど、もうすっごいもうね追いつかないくらいね、そう抜けて切れてちぎれて、
そしたらもうちょっとお話ししたら、いや、こういうことしながらお話ししようかな、また。明日何着よっかな。びっくりした。そう、こんばんは。明日ね、何着ようかしら。うん、明日お仕事です。夕方までなんですけど、そう、最近ちょっとね、月曜日にお仕事が入ることがちらほらっとありまして、うん、OK。 ピースはどのランクで下がってるの？私ですか？ S-なんて読むんだろう、あれ。 S-2 います、今は。まあなんか落ちたりとかもあるんで、あれ選べるんじゃなくて、あの勝ったら上がっていくスタイルなので、そうで、あの負けるとね、ランク落ちちゃったりとかもあるんで、全然。はい、そしたらね、こういうこといきます。私今 S-のランク落ちそうでドキドキしています。はい、強いんですよね、みんな。で、なんかシーズンがあって、そう、それが終わるとそのランクに応じた、なんかプレゼントっていうかギフト、うん、がなんか当たってみたいな。よし、農園の右の町に行きます。そうっていう感じですね。うん、でも A くらいまでは、ただ手に入りそうにないです。あ、本当？まあなんかそうだね、でも何回かね、多分来たりすると思う。歌とかが出てくるガチャ。そう、歌もあのその A が出た頃のやつだから、確かそうにやってたやつだから、またなんかもう一回出たり、なんか来年また来たりっていうのはあると思うから。うん、なんかとりあえず今はね、なんか好きなキャラ集めて、で、まあ好きなキャラじゃなくても、まあなんかちょっと強めのキャラ集めて育てるのがいいんじゃないかな。飛び立ちました、私。そう、こんばんは。ね、明日スキニー履きたい気もしててさ、どうしようかなと思ってるんだよね。だからね、ちょっとキャップをかぶろうと思ったら、キャップ1個なくしてさ、そう、ちょっと見つからなくてさ、ワンちゃんもう1個買わなきゃいけないっていう、ショッキング。うん、いや本当に、どこ探してもないんだ。落としたのかな、一回なんかね落としちゃって。そう、したらお兄ちゃんが、あの車んとこ落ちてたよって持ってきてくれて、そうなんだけど、うん、なんかそこから触ったっけなみたいな思ってるんだけど、そうないんですね。仕事場に置いてきちゃったのかなと思いつつ、まあね、ちょっと探してみようかなと思って。もこっとした感じ。そう、それも迷ってるの。そう、大体ね、私月に履くときね、そう、上ちょっとダボっとした感じのやつにする。うん。するんだけど、いやー、なんかちょっと上ピチッとしたの着たいなーなんて思っちゃったり、なんか妄想だから全然決まってないんだけど、うん、迷っている。だから
そう、でもやっぱりね、そう足の形ね、なんかまあ私やまあなんかあれなんで痩せたんですけど、まあ、実際痩せたんです、そう痩せたんだけど足の形、そうやっぱりお尻の形足の形がすごいちょっと気になって今まあなんか筋トレ頑張ってるんです、いて、そうそう、なのでピあのスキニーにピタッとした服上ね、ピタッとしたの合わせるともまもろ足の形とかお尻の形って出るじゃないですか、そうだからちょっとどうしようかなって迷いながら、そうやっぱりねコンプレックスは尽きないっすね、そうあと熊取りをしたい、マジでちょっと切実に今日思った、いずれしよう、そうって お高いけどマジで熊取りしようと思った、すごいの熊の威力よ私の顔の、そう熊さんが濃くって、でなんかさ時間経つとさらにねなんか濃く出てきちゃって、もうなんか眠たい時疲れてる時なんかもう熊感じ、本当に熊って取れるの、なんか取れたりするみたいです、一応熊取りのねなんかまあ熊取りとかになるともう整形になるのかな、ちょっとそうあるんですよ、でも実際うーんどうやって取るのかはちょっと分かんないです、あんまり詳しくは調べてない、でも取れます取れます、まあ分かるかな、そうでも本当にあ違う違う運転じゃない運転じゃない、間違えた間違えた、出ました私の好きなやつ、そう本当にそうなんですよ、お尻はプリンセス小さくしたいね、小さくで、あのやっぱりあの綺麗な 丸いお尻がいいじゃん、私ねあのお尻にねちょっとこういう話するのちょっと恥ずかしいんだけどね、お尻結構お肉がつきやすくって、さかじゅん死んだ、あらそう、じゃあ最後の1対1はね、ちょっと今日は、まあ、私もそこまで生き残ってなさそう、そうお尻にお肉がそうつきやすくて、まあ、やっぱり私今、まあ、太ってたっていうのもあれですけど、え待って待って待って、誰かに撃たれてるよ、撃たれてました、ものすごく撃たれてたのかな、そうどうしなかった、めちゃめちゃお尻小さくなっちゃった、あ本当それいいね、あれじゃない多分筋肉だったのかね、もともと私からしたらちょっと羨ましいになっちゃうんだけど、そうなかなか落ちないんですね、そうあれだね、まあだから人によってだね、本当にないものねだりになるのかもしれない、そう私はね本当本当にあのまあちょっとね太ってた時期にまあ暴飲暴飲はしてないなそう飲めなかったもんお酒はね、そうまあ暴食をしまして、うんそうしたらねやっぱり お尻にお肉ついたんですよ、なんかまあ骨格ストレートの特徴なんです、ふくらはぎから下は細いけどやっぱりお肉とか上半身、あ お肉じゃなかった、まあ違えた、肩周りとかお顔周りとあとお尻とかにお肉つきやすいみたいな、そうそうそうなんだって、そうだからまあついちゃったんだよねっていう、スパンがストンと落ちるくらい足も後ろもすごい、あらそれはちょっと心配よ、私心配、うん、まあねなんか
そのね、程よく食べて、まあうん、そうね、あの健康にね、行こうね、お互い。眉毛の入れ墨？眉毛の入れ墨って何？あ、眉毛のアートメイク？あれ結構便利だって言うよね。そうだから私はね、今いっぱい歩いて、いっぱい運動して。私なんでなんか筋肉とかっていうより、そう、もうなんかもう脂肪なので筋トレして。こんばんは。一人以外誰とも会わない。私いつも誰とも会わないよね。まあなんかちょっと離れたところにしてるんだけどさ、わざわざ。私は初っ端で死にたくないから。うん、でもいつもね会わなさすぎてさ、大丈夫かなってなる。KB さん誰なの？そこまであの人のお尻をまじまじ見ることがないのでわからないです。でも本当にあの小さくてキュッとあの丸いお尻が好きです。街に降りたよ。あ、待って待って、撃たれてる撃たれてる。どこ撃ってるの？どこ？あ、待って、撃たれてる撃たれてる。オッケー。よき。街に降りてもね、まあやっぱりちょっと離れたところに降りるとなんか飛べる距離が決まってるんですよ。そうだから通るところによってあの降りれる場所がまあそう決まってるという、決まってるわけではないんですけど、まあ大体なんかこのくらいの範囲までそう飛べるよねみたいなのがあって。わ、車の音がしている。そうだから、まあ、それの少し離れたところにそういつも降りて、そうまずあの武器見つけないとね、なんか武器持ってないうちに撃たれたらねもうアウトですから、本当に反撃も何もできないんで。オッケーさん、スカート、そうね、まあスカートなら一応隠れるけど、私ねあのピチッとしたやつとかショートパンツとかなんか、だから あのこれがねあの理想が高いって言われるものなんですけれども、はい、もうなんかね、そう私さいろんな服着るから、そうなんかね、もうどこから見ても綺麗な尻を作りたい。スカートいいよね。待って、充電がやばい。スカートかわいいよね。私今もスカートは好きだ。あれかな、でも私も焦点みたい、切れるわけないじゃんって感じで。嘘。安全地帯が縮小しています。心配しないで。もう安全地帯にいるよ。切れますよ。私も切れた。あ、もちろん細い子はいますよ。そう、まあ、やっぱりあこの子の衣装は着れないななんてことはまあありますあります、はい、ありますよあります。うん、まあそうね、みんな細いです本当に。ちょ
できたら伸びるの、ものによります。生地とかにもよるし、うん、伸びたいものの方が多いんじゃないかな、わかんない。そう、本当にみんな細いよね。でもなんか細いのにダイエットっていうじゃない。心配わ、最悪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 、車車車、いや死ぬって、あばって死んだって、当たってたやん、私の当たってたやん。ダメです、負けました。負けました。ピエンかな、ピーマンだ。オッケー、よし。何だったの、あ待って、あ38位くらいだった、ちゃんと見てなかった、負けたと思ってそのまま。よし、そしたらカラオケして終わろう。今日は明日のお弁当考えながら、そう、何にしようかな、お肉の唐揚げあり、唐揚げ、うん、唐揚げありよ明日。考えながら食べます。これコード終わっちゃいました、ごめん、負けた、やられた。唐揚げはね、あの鶏ガラと醤油とお酒とあとニンニク醤油、違う違う醤油言ったわ、ニンニクと生姜ですね。はい、鶏ガラスープってね結構マジで便利なんですよ。はい、鶏ガラスープ、スープの素、これ万能です、万能食材。これ歌えるか分からんけど歌ってみる。面白くなけりゃダメで、見た目が良くなきゃダメで、そうやって選ばれたスターに
人気者さ僕らは後ろをついて回って照らすライトの一つとなってそれが人生醜いリアルだいつからか薄っぺらい友情や寂しさやぼの恋愛が溢れかえる街で避難の声を恐れて無難な生き方貫いて自分らしさにさえ無関心になって平等だって嘘ついた玉を撫でられ喜んだいい子になんてならないで調子に乗ってでしゃばった火をつけ回る異端なスターそんなおめい着せられてもいいからどうか叫んで歌ってどうかあ待ってずれてたごめんなさいねえ聞いて空気が読めなきゃダメで頭が良くなきゃダメでそうやって選ばれたスター叶わないな僕らは後ろをついて回って隠して笑ってこれがちょっと待って違うな見にくいリアルだいつからか失敗ばっか重なって自信をなくして落ち込んで目立つことが怖あ待って歌えないかも尖ってるやつをバカにしてだけどどっか羨ましくて鏡の前でだけ妄想に精を出して幸福だって意地張った悲しくて一人泣いていたそんな夜から逃げないで愛情求めさまよった天真爛漫なディザスターそんな自分が好きなら胸張っていいからどうか歌って君ならできるからどうか歌って2番が怪しかったですねなんかリズムがこれ好きで歌詞も好きだけどすべらい友情や寂しさやぼの恋愛が溢れかえる街で避難の声を恐れて無難な生き方貫いて自分らしさにさえ無関心になって平等だって嘘ついた頭を撫でられ喜んだいい子になんてならないで調子に乗ってでしゃばった火をつけ回る異端なスターそんなおめい着せられてもいいからどうか叫んで歌って何か変えたいならどうか歌って言葉で聞かせてよわがらずにどうか叫んで歌ってはいありがとうございますいやまあ要練習ですねちょっと2番が怪しかったな特にぜひ聴いてみてくださいなんか癖になるリズムうんもう最近聞いてますこちら。そう最近結構なんか何曲かね新しい曲を聞いてんだけれども、なかなか覚えられない。すき焼きのためおろしポーズあらそうなの
いいじゃない、すき焼きのタレはいいね。おろしポン酢はあんまりうちやらないんだけど、ハンバーグくらい、ハンバーグおろしポン酢美味しいんですよ、大葉引いてね。これかな。初雪にざわめく街で、見覚えのあるスカイブルーのマフラー、振り向いた知らない顔にうつむく。そう、EXILE さんです。あの人が部屋を出てから、この退屈な街に二度目の冬、僕はまだ思いの炎を消せずに、くすぶってる一人では、愛してる証さえ曖昧で切ないだけ、二人では優しく見守ること続けられない、もう一度会いたいと願うのは痛みさえ愛しいから、ときめきをなくした永遠より熱い刹那を。さよならは僕から告げた、後悔ならば何度したことだろう、時間だけ巻き戻せたらいいのに、唇を薄く開いて、もう平気よとつぶやいたあの人、強がりと本当は気づいていたよ、この僕でも一人では愛された記憶さえ儚くて虚しいだけ、二人では思い温める意味見つけられない、
もう二度とあんなに誰かのこと愛せない、そう思ってた。でも今は情熱が目を覚ます予感がしてる。英語歌えんぞ。英語は歌えません。もう一度巡り会えたらその手を離さない、もう迷わないさ。 Say to you 言葉にできないままで思いは溢れてく。 Get back in、 なんで歌えんかな。もう一度会いたいと願うのは痛みさえ愛しいから、ときめきをなくした永遠よりリアルを生きる。もう二度とあんなに誰かのこと愛せない、そう思ってた。でも今は情熱が目を覚ます予感がしてる。英語さ、あのなんていうの、イメージトレーニングがバッチリなんだ。いざさ、あの言葉にしようと思って、あの口から出すじゃん、なんか詰まってんだよね。なんか言えるはずなのに頭の中では完璧なの私。すいません、口が慣れてない。まあそれはそうで、なんかそのリズムの中にその収めなきゃいけないじゃん、その英語。それをだから意識すると多分ね、ちょっと間違う。カラオケって、そうそうそう、英語ね書いてあるよね。これ多分書いてないんですけど、あれ書いてあるのかな、ちっちゃく書いてあって私見えてないのかもしれない。でもさ、多分あれじゃん、すごいあのネイティブの方はさ、すごいなんかどっかつなげて言ったり、まあなんか短く言うじゃない、短くっていうか、そうなんかできないんだよね。待って、まつげかなんか入ったな。ちょっと待ってね、本当にごめんね。なんか目がゴロゴロするんだけどさ、何もいないの。そういう時ってあるよね。こういう場合ってどうするべき。なんか絶対いるの、なんかいるの。ちょっと待って、本当にごめんね。これでいないわけがないんだけど、治った、とりあえずね、治った。バケモン、バケモン、バケモン、なんか違う。
僕は今無口な空に吐き出した孤独という名の雲、その雲が雨を降らせて虹が出る、どうせつかめないのに。初めてのキスを繰り返してほしくて、愛が僕に噛みついて離さないと言うけれど、寂しさの形は変わらないみたいだ。舞い上がってゆけ、いつか夜の向こう側、うんざりするほど惹かれ君の歌。優しさが濁った日々の憂鬱は満員電車みたいだ。冷めたぬくもりをむやみに放り投げた。僕が愛を信じてもきっといなくなるんだろう。それならいらない、悲しすぎるから、さよならさえもうまく言えなそうだから、手を振る代わりに抱きしめてみたよ。流れ星を見た、流れ星を見た、願う僕の歌。そばにいるだけでほんと幸せだったな。そばにいるだけで、ただそれだけでさ、愛が僕に噛みついて離さないと言うけれど、寂しさの形は変わらないみたいだ。舞い上がってゆけ、いつか夜の向こう側、うんざりするほど惹かれ君の歌。もう傷つかない、もう傷つけない、惹かれ君の歌。なんかさ、ちょっと今ふと思ったんだけどね、ちょっとなんか私さ、まあ、いるものだとかやらなきゃいけないこととか、まあ、何かことあるごとに結構あの携帯の、ね、メモ帳にさメモをするわけ。消さなくてさ、結局そんなたくさん見るかって言われたらそうでもないの。そう、めっちゃあるの。これさ、なんか同じ人いない？もう言って、すっごいあのなんか今も今日買わなきゃいけないものメモってたので、なんかやらなきゃいけないこと、そう、仕事終わりに忘れちゃうあれだからと、そう、なんか例えば旅行行く時だったら旅行に行く時の持ち物、そう、古いメモがいっぱいあるの。これ今絶対見ないやんみたいな、見て全く見てないやんみたいなメモがいっぱいあるの。そう、そういう人いない？
で実際さ私メモは取るけど結構自分の頭で覚えてるから別にそんななんですよ。うん、なんか何か分からん数字とかもあってさそうなんか分からんよう分からん数字がねダーってなんか書いてあるの、なんかなんだパスワードみたいな感じの、まあ、英語混ざったやつとかがすぐあのコピーしてパンって貼ってあるのメモにね。でもさ使ってもないし何の数字かも何の英語かも分かんないし、いやえみたいなこれ何だって。でもさ実際それを本当にじゃあ使う時が来るかもしれないって思ったらさ消すに消せないじゃん。どうしたらいいんだろうね。それだから仕事のメモとかも入ってるんだけど、だいたい一回聞いてやればあのそんなねなんか一気に全部たくさん覚えるわけじゃないからさ覚えてるのよ。そうでももしかしたら忘れるかもしれないみたいなさ、もしかしてが出てきちゃって、そうカボスワ的カボスワ的って何があった、ちょっとそうっていうね、ごめんなさいあの急な雑談です。結構ねめっちゃあるんだよね。2018年2020年2021年、入るかな。まずあるかなだね。入りましたね。久しぶりに歌う。仕事のメモ、なんか仕事のなんか何代表これをこうしなきゃいけないこうしなきゃいけない。そこが何の意味だって。知識だね、知識を。もう我慢ばっかしてらんないよ、言いたいことは言わなくちゃ。帰り道夕暮れのバス停、落ち込んだ背中にバイバイバイ、君のファイティングポーズ見せなきゃ、oh oh。 夢にまで見たような世界は争いもなく平和な日常、oh oh。 でも現実は日々トラブってたまに悔やんだりしてる、そんなロンリーデイズ、oh。 あ、間違えました、これ中ないところでした、失礼いたしました。勝手につけちゃった。転んじゃったっていいんじゃないの、そん時は笑ってあげる。乗り込んだバスの奥から小さく微笑みが見えた、君をよりに知ってるよ。
夢にまで見たようなスピードアップ恋人たちは隠れ家を探すのでも現実は会えない日が続きながらも信じてるのロンリーデイズ Oh yeah Oh つまずいた The way to go Yeah yeah 泥だらけローリングスターなるべく笑顔でいたいけれど守り抜くためには仕方ないでしょきっと嘘なんてそう意味を持たないの Oh my loving そうじゃなきゃやってらんない夢にまで見たような世界は争いもなく平和な日常でも現実は日々トラブってたまに悔やんだりしてるそんなロンリーデイズ Oh yeah Oh そうわかってるって Oh yeah Oh つまずいた The way to go Yeah yeah 泥だらけローリングスターそしたらあとそうだな1曲2曲1曲2どうしようか2曲かな2曲にしようかなの歌はゆいさんの歌です。泥だらけのリングスター。これブリーチの歌だった気がする。びっくりした。考えたってわからないし青空の下君を待った風が吹いた正午昼下がりを抜け出そうぞねこれからどうなるんだろうね進め方教わらないんだよ君の目を見た何も言えず僕は歩いた変わったからかな考えたってわからないし青春なんてつまらないしやめたはずのピアノ机を弾く癖が抜けないね将来何してるだろうね音楽はしてないといいね困らないでよ心の中に一つ線を引いてもどうしても消えなかった今更なんだからなもう思い出すな間違ってるんで分かってないよあんたら人間も本当も愛も使いも苦しさも人生もどうでもいいよ正しいかどうか知りたいのだって防衛本能だ考えたんだあんたのせいだ
考えたってわからないが、本当に年老いたくないんだ。いつか死んだらって思うだけで胸が空っぽになるんだ。将来何してるだろうって大人になったら分かったよ。何もしてないさ、幸せな顔をした人が憎いのはどう割り切ったらいいんだ。満たされない頭の奥の化け物みたいな劣等感、間違ってないよな。なんだかんだあんたら人間だ。愛もスクームやサイスもこん、まあ、君が悪いよ。ラブソングなんかが痛いのだって防衛本能だ。どうでもいいか、あんたのせいだ。ガズはね、ちょっと今日あの買い物マミーが行ってたので、お肉何やるか決めます。まあ鶏ももだったら多分唐揚げになるなり、そう多分ね。考えたってわからないし、生きてるだけでも苦しいし、音楽とかもわからないし、歌詞とか適当でもいいよ。どうでもいいんだ、間違ってないだろう、間違ってないよな、間違ってないよな。間違ってるんだよ、分かってるんだ、あんたら人間も、本当も愛も救いも優しさも人生もどうでもいいんだ。正しい答えが言えないのだって防衛本能だ。どうでもいいや、あんたのせいだ。ああ出なかった、ガラっちゃった。僕だって信念があった、今じゃゴミみたいな思いだ。何度でも君を書いた、売れることこそがどうでもよかったんだ。本当だ、本当なんだ、昔はそうだった。だから僕は、だから僕は音楽をやめた。落ち込んでた時も気がつけば笑ってる。二人なら世界は息を吹き返した。いい歌でしょね。だよね。いつもの帰り道、足音刻むリズム、雨上がり街を抜けてゆく風の優しい匂い。同じ時間を分け合いながら二人で過ごせた奇跡を、これから先もつなげたいんだ。ちゃんと目を見て伝えたい。繋いでいたい手は君のものだったよ。握り方で何もかもを伝え合える、その手だった。他の誰でもない、君じゃなきゃダメだよ。いつまでもそう
ばにいたいと思えた。振り返ってみてもいないのはわかってる。なのにまた名前呼ばれた気がして、見渡してみる。角を曲がれば歩幅合わせたあの頃に戻れるような。桜のアーチ今はその葉をオレンジに染めてるけど、咲かせたい笑顔は君のものだったよ。街彩る木々のように綺麗な赤いその頬だった。思い出が舞い散る込み上げる思いをどこまでも遠い空へと飛ばした。いい歌でしょ。これはなんか本当にエンディングに歌いたくなるんだ私は。この曲調といい歌詞といい。聞いたい声は君のものだったよ。耳を伝い体中を包むようなその声だった。出会いから全てがかけがえのない日々。いつまでもこの胸にあるよ。ありがとう。お仕事は気になぽいもん。そう、歌詞はすごい合ってる。4月は君の嘘、4月は君の嘘はね、本当になんか歌は結構マジでどれもよくって全部好きですね。よし、ありがとうございます。そしたらね、今日はこれで配信を終わりたいと思います。なんかカラコンしてないと違和感だね。なんか朝はさ、いつもメイク配信するときはカラコンしてないけどさ、こうやって帰ってきてカラコンした後に外した自分を見るとなんか目薄いな。はい、そしたらランキングいきたいと思います。13位なにかみよし、32位ダブルリューダブ、ごめんなさい噛んじゃった、12位ダブル流星さん、11位桜のお友達、30位たもちゃん、39位ななたさん、8位村上さん、7位ピアノマンさん、6位カイさん、5位サブローさん、4位サルキチさん、3位元チームさん、2位ケンイチさん、1位ユータさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ケンイチさん、ユータさん、タニャカミヨシさん、元チームさん、ナナタさん、トメさん、村上さん、カイさん、白身フライさん、ピアノマンさん、サルキチさん、ケイちゃんさん、サブローさん、ダブル流星さん、ネコさん、ビキとジョンさんです。はい、ありがとうございます。はい、皆様ありがとうございます。ということでね、本日はこれで配信を
終わりたいと思います。はい、本当に遅くまでありがとう。皆さんもね、本当にゆっくり体休めてください。今日も一日お疲れ様でした。はい、それでは、ね、本当明日もね、お仕事学校などある方は、まあ、ゆっくり体休めて、まあ明日もね、ほどほどに行きましょうね。はい、それではまた次回、次回明日だ、明日から、あ、そう、明日からね、あのハロウィーンイベントに参加しますので、皆様ご協力いただけると嬉しいです。はい、なんで明日配信します、絶対にはい、それではまた明日お会いしましょう。またね、ありがとう。皆さんもいい夢見られますように、そして私が出てきますように、楽しい夢でおやすみ、ありがとうね。